にちは。こんにちは。豊さん、はい、漫画家の、はい、水島新司さんが引退を発表されました、はい、ねえ、すごく寂しいよね。はい、本当にね、野球を盛り上げてくれた人、はい、それもパリーグをさ、うん、まあ今ではそのパリーグの人気っていうのはあるけども、はいはい、当時先生がこう書かれた時代っていうのはさ、本当に人気がなくて、パリーグをすごく盛り上げてくれた人だよね。野球漫画というジャンルを確立したという、まあもう野球漫画って言えば、はい、もう水島先生の漫画しかないぐらいの、そんな感じだったよね、はい、だからプロ野球選手になった以上、はい、やっぱ先生に取り上げてくれるという、やっぱこうあのアブさんとかだったら実名で出されるから、はい、それに出ると一流だっていうようなね、プロ野球選手の中でもそういう雰囲気があって、だから俺一回その先生とグラウンドで会った時に、現役の時にね、はいはい、先生出してくださいよとか言ったら、わかったわかったわかったとか言って、で一回ぐらい出してくれたと思うんだよね。出たんですね。出た出た。だからアブさんだったと思う、はい、だからすごくまあ嬉しかったよね。先生がどれだけ野球好きかというとさ、うん、あのドカベンの中にいろんな個性派が軍団じゃない、はい、里中っていうのは変則で、山田太郎っていうのは強打者でみたいな、あの岩城は窮地でって、はい、トノマはもうなんかヒダみたいな、はい、もうそんなチームなわけ、うん、ものすごい個性ぞろいなわけ。でもさ、強いチームってやっぱそういういろんな個性が集まってるチームほどやっぱ強いんだよね。うーん、だからまあ今年のソフトバンクなんかはさ、まあ、海外いたりだとかさ、中村がいたりだとか、はい、シュートみたいな足が速い選手がいたりだとかさ、はい、まあ、柳田とかさいるけども、なんかすごくこう個性集団の集まり、これが本当に強いチームを作るんだっていうのを、なんか漫画の世界だけども、なんか先生が教えてくれたようなね、うん、まあそんな気がするし、アブさんなんかはなんか男の生き様だよね、うん、なんかこうグリップに酒をファーッと吹きかけてみたいな、それをモルツ球団ってあの作った当初ね、カートさんが代打の切り札でいたわけ、はい、まあ、ピッチャー江川さんとかキャッチャー達川さんだとか、まあ、俺がセカンドとかでね、まあ、チームがあったんだけども、その代打の切り札っていうので川藤さんがいて、東京ドームで試合やった時に川藤さんがバットにフッて吹きかけると、やっぱ場内がすごく盛り上がるわけ。だからその場内が盛り上がるっていうのはさ、やっぱアブさんがを知ってるから ね、 そうですね、知ってるから盛り上がるんであってさ、はい、だからその漫画のその先生の漫画の影響力ってものすごいんだよね。で引退した当初ぐらいかな、うん、引退した時ぐらいに先生の草野球チームと試合やったことがあるんだけど、まあ、先生がピッチャーとかでね、はい、やっぱ怒るしさ、打たれるとで打てなかったらなんかこう怒り狂うというかさ、やっぱそのぐらい闘争心があり、まあ、一生懸命な人なんだよね。で草野球チームでの中で200勝をしたと、ピッチャーで、ピッチャーでっていうことで、俺は名球会入ったっつってなんか自分でパーティーを開いて名球会パーティーだっつって、はい、でまあそういうこともね、やりながら、はい、なんか本当に野球を愛してくれた人だし、はい、またその人気のないパリーグをね、はい、本当に応援し続けてくれた人、うん、だからそれだけに、まあ、引退をするっていうのはすごく寂しいんだけど、殿堂、うん、入りのね、はい、うん、候補者が、まあ、ずらっと載ってたけど、その中に特別表彰の中にね、まあ、先生の名前もあったんだけど、それは辞退をされるということだけど、これだけね野球を好きで盛り上げてくれて、野球の 奥深さをやっぱ漫画も描きながら描写が深いわけ、はい、でそういう人ってなかなかいないしさ、はい、なんかプロ野球の中でなんか表彰してあげたいなっていう、うん、殿堂入りはもう別問題として、はい、感謝状でもさ、うんうん、でもいいし、はい、なんかしてあげたいよね。なんかこの感謝の気持ちをなんか先生に
みんなが伝えてほしいなっていうふうになんか思うんだよね、うん、俺らなんかもう暇さえあった時は先生の本をこう見ながら深いなとか思ってたし、うん、現役の時なんかやっぱ練習の時から先生来られて何回か話をしたことあるんだけど、伊藤君は盗塁はどうやってやってんだとか、はい、どうやって打ってんだとか、うん、いろんなことをいろんな選手にこう聞いて回ってるんだよね、うん、技術論だとかで、キャッチャーを捕まえちゃ一球をどうやって組み立てるんだとか、そのぐらいやっぱこう野球を深く知りたい、うん、まあ先生ももちろん話によると野球選手になりたかったという、うん、だからその山田太郎が里中をリードしてる時にまあ強打者が立つね、ライバルのバッターが立つ、投げる瞬間にこうバッターの描写を捉えてて、いやこれはダメだとかなんかね、やっぱその一球の深さもやっぱその洞察力もなんかこう凝縮して描かれてるんだよね。で里中がちょっとボールがちょっと違うっていう風になったらマウンドに行って里中手を見せろみたいな、うん、だから本当に行われてることが映像が浮かぶんだよね、うん、先生の漫画って。だからすごい奥深いし楽しませてもらったなっていうね思いがたくさんあるよ、うん、でも先生の漫画で店まであるからね、阿部さんっていう店がね。そうですね、野球好きの方が集うと言われている阿部さんっていうね、はい、まさしくその名前を取ってつけたお店があって、はい、まあお皿なんかは影浦っつってね、阿部、はい、さんのその漫画絵がね描かれてるお皿で出てくるとか、はい、でもう野球好きが集まってもう飾ってる展示物っていうのはもう全部野球のことだしね、はい、うん、でも先生の残された功績っていうのはさ、でもそういう店も一つもそうだけど、野球が好きな人間が集まって野球の話ができるとか、うん、すごく貢献度が高いんだよね、うん、でこうやってなぜ動画で取り上げたかというとさ、やっぱ感謝してるもん、うん、野球をこれだけ好きでいてくれて漫画にまでしてくれて、こうやって動画を見てる方たちもやっぱ先生の動画って必ず1回ぐらいは絶対見てるはずなんだよね、先生の漫画ですね、漫画はね、はい、野球を好きじゃない人はやっぱこの動画見ないと思うから、はい、まあ俺に対してじゃなくて先生に対してなんかこうあったかいメッセージをなんかたくさんいただけるとありがたいなと思って、はい、でもし機会があったら先生にもこう動画を見てもらいたいし、はい、で もちろんコメント欄もね、はい、見てもらいたいし、はい、でもコメント欄一覧にして先生にも送ってあげたいなっていうような、なんかそういう気持ちでいる、はい、うん、でも本当に一口で63年間だっけ、63年間長いよね、はい、俺が62だからさ、生まれる前からだからさそりゃ長いよ。でも先生の意識の中でさ、はい、ペンを置くっていうことなのかね、それとももう本当に一生プレイヤーだったと思うんだよね、うん、先生の中では。だからバットを置いたのか、200勝してるからボールを置いたのか、どっちの感覚なんだろうなっていうさ、はい、でも先生は絶対ペンを置いたって言わないよね。いや僕はね、太郎君ボールを置いたんだよっていうようななんかそんな言葉がなんか聞こえてきそうな、はい、うん、でも本当にね野球が好き、本当に好きでここまで野球界のために、はい、漫画を描き続けてくれた人っていうのはいないしね、うん、だからなんかこう感謝の気持ちをみんなでこう伝えられたらいいなと思うし、まあ寂しいけど、まあ忙しい人だからさ、はい、まあちょっとゆっくりしてほしいなっていう気持ちもあるし、はい、また改めて先生の漫画を手に取ってみたいと思います、ね、まあそうだよね、はい、ちょっと見てみたいね、はい、もう一度こう見て、はい、また違う感じで、そうだね新しいとか古いとか全くないからね、はい、だからそういう意味ではもう一回見てみたいなっていう気持ちになりました、はい、ね、まあ、先生、お疲れ様でした。少しゆっくりされてください。